兵庫県道、京都府道11号上久美浜線は、兵庫県三方郡上町霞区から、京都府京丹後市美浜町に至る、府県道である。豊岡海中公園より、田島海岸道路と、日和山海岸田島海岸道路と洋岡市瀬戸から、木の崎郡霞町の区間は、かつて、兵庫県道路公社が維持、管理を行っていた田島海岸道路、 第二田島海岸道路という有料道路であった。通行料は両区間とも普通車200円であった。大部分が日本海に面し、山陰海岸の景色を眺めながら走ることができる。料金徴収期間の終了により無料開放された。田島海岸道路は、豊岡市瀬戸から同市竹野町の海岸線を通る延長 9.9km の区間である。 1962年9月、自衛隊により完成し、1965年7月1日に併用を開始した。これにより、交通手段が船か狭い歩道しかなく陸のことをとなっていた集落の交通手段が確保された。事業費は2億3000万円であった。第二田島海岸道路は、豊岡市武の町から、 三方郡上条霞区の海岸線を通る延長8 9トルの区間である。事業費は9億3000万円で、1972年12月1日に、併用を開始した。兵庫県三方郡上町兵庫県豊岡市京都府、京丹後市田島海岸道路に関するカテゴリー。ありがとうございます。